つくばエクスプレスは東京都千代田区の秋葉原駅と茨城県つくば市のつくば駅を結ぶ首都圏新都市鉄道の鉄道路線である。鉄道溶欄における正式路線名は常磐新線であるが案内状は全く使用されない。当初の計画路線名は常磐新線であり、つくばエクスプレスの名称は一般公募による。最多応募はつくば線であったが、 1987年に廃線となった筑波鉄道筑波線と同じ読みであるため採用されなかった。現在、首都圏新都市鉄道は CI において会社名ではなく、筑波エクスプレスの名称とそのロゴマークを使用している。筑波エクスプレスと筑波エクスプレス及びロゴマークは同社の登録商標である。他社線においても社名を監査ない筑波エクスプレス、または つくばエクスプレス線の故障が使用される。開業前には計画路線名の常磐新線も多く用いられたが、開業後はごく一部の文書等を除いて使用されなくなっている。2005年8月24日に開業。関東地方の主要幹線の中では最も歴史が浅く、規制市街地の地上における用地買収を避けて約25%の区間が地下に建設された。 起点側の秋葉原駅や塩駅間は、南千住駅から荒川橋梁までを除いて地下線であり、終点の筑波駅も地下駅となっている。地上区間はすべて高架、または掘割構造であり、踏切が存在しない。最高速度時速 130km と高速で運転を行っており、秋葉原駅筑波駅間 58.3km を最速45分で結ぶ。 全線で自動列車運転装置による自動運転を行い、運転士は乗務するが、車掌は乗務しないワンマン運転を実施。また、全駅に可動式ホーム柵を装備するなど、自動化技術を多く採用している。東京特部と筑波研究学園都市及び、沿線地域の通勤、通学路線としてのみならず、筑波山シャトルバスと接続することにより、 つくば山への観光路線としての役割も担っている。秋葉原駅から JR 東北本線の下を北上した列車は、岡地町駅の手前で東にカーブしてかすが通りと、都営地下鉄大江戸線の直下を走り、新岡地町駅の先で北にカーブして、浅草駅に着く。同駅は、東武鉄道、東京メトロ銀座線、都営地下鉄浅草線の浅草駅とは、離れている。 秋葉原駅から南千住駅までは地下を走り、南千住駅の先から JR 常磐線と東京メトロ日比谷線に挟まれる形で地上に出る。隅田川を渡り、3階にホームがある北千住駅に着く。北千住駅を出た列車は東京メトロ千代田線及び JR 常磐線と並走しながら、荒川を渡り、東武伊勢崎線と交差するあたりで北にカーブしながら、 地下に潜る。東京都内の地上風景は短く終わる。ここからしばらくは、綾瀬川及び、首都高速6号三里線とほぼ並行して、地下を走り、八潮駅の手前で地上に出る。埼玉県最初の駅である、八潮駅北側には、首都高速6号三里線の八潮パーキングエリアがある。八潮駅付近からは、郊外部を通る。中川を渡り、 東京外環自動車道及び国道298号との見えり一体交差、三里中央駅を経て埼玉、千葉県の境をなす江戸川を渡ると、再び地下に入り、住宅地の下にある JR 武蔵野線との乗り換え駅である南流山駅に到着する。南流山を出ると、しばらく地下線を走行する。この間に流鉄流山線をくぐる。その後は、 高架となり、流山セントラルパーク駅を過ぎ、東武野田線との接続駅、流山大高の森駅に到着。北東に向い、柏の葉キャンパス駅、柏田中駅を経て、利根川橋梁で利根川を渡ると、森谷駅に到着する。森谷駅を出発するとすぐに、車両基地出入線が分岐。都市軸道路との併用橋である古海川橋梁を、 通過すると、間もなく直流電化と交流電化を隔てる、デッドセクションを通過し、交流電化区間に入る。ここから先は、高架と切り通しで構成された、田園地帯の線形の良い区間を、時速 130km 近くを保って運転する。未来平駅、緑の駅、万博記念公園駅、研究学園駅を経て、終点の筑波駅手前で地下に入り、筑波駅に到着する。 この森谷駅つくば駅か2 0 6トルの区間を最速種別の快速は途中無停車で12分、標定速度時速1 0メートルと日本国内において乗車券のみで乗れる列車としては極めて高い速度で走破する。つくばエクスプレスは秋葉原駅から森谷駅未来平駅間までと森谷駅、森谷車両基地間が直流1 5 0 0トで 医北は、交流2万ボルト50ヘルツで電化されている。これは、茨城県石岡市柿岡にある、気象庁知事機観測所での知事機観測への影響が、懸念されたためで、JR 常磐線の硬直切り替え地点が、運用上の拠点である、土浦駅などではなく、鳥出駅藤代駅間の位置になったのと同様の、理由である。また、 森谷駅で接続する関東鉄道上総線が開業以来非電化であるのも知事機関測所がある影響のためという同様の理由である。秋葉原駅つくば駅間の全線を通して運転するためには高直療用車両が必要になるが直流専用車両と比べて製造費が高額となる。そのため秋葉原駅森谷駅間限定で使用する 直流線用電車 TX-1000 系と全線で使用する高直流用電車 TX-2000 系、TX-3000 系の3系列を用意することで総費用の削減を図っている。一方で全線が交流とならなかった理由は東京都内の地く間を特別高圧に該当する 20KV の交流規格で設計した場合、 絶縁破壊対策のための空間を取る、必要上トンネル断面が拡大して、高直流車両の導入以上の費用がかかるため、都道社の見学会などで説明されている。合戦釣り化方式は3種類採用されており、秋葉原駅から南千住駅北千住駅間のトンネル高校までは、既電線としての電気性能を有するアルミニウム製の T 型課題に直接トロリ線を取り付けた。 交代河川式、そこから、森谷駅までは、青井駅埼玉県東京都堺間、南流山駅の近く間を含めて、既伝線と吊り河川を兼用させた一体構造の、既伝吊り河式、森谷駅から終点つくば駅までは、未来平駅、つくば駅付近の近く間を含めて、とろり線内に鋼心を入れて、終電性を高めた、CS シンプルカテナリー釣り河式を採用している。 森屋駅未来平駅間に無電区間があり、電車は走行中に高直流切り替えを行う。通常は運転士の手動操作ではなく自動で行われる。デッドセクション通過中でも車内の照明が消えることはないが、エアコンが停止するほか、TX-2000K では行き先、停車駅表示パネルが消灯する。また、側壁に無電区間を示すマーキング塗装があり、 これらからデッドセクションの判別が可能である。また、緑の駅万博記念公園駅間にもデッドセクションがあり、同様の現象が発生するが、これは、こもゴもセクションと呼ばれる箇所で変電所相互における交流電圧の異相差による障害を防ぐために設置されている。こちらにも側壁に無電区間を示すマーキング塗装がある。 いずれの区間も列車は打業運転で通過する。ATO 運転時には専用の地上市を通過すると打業運転に入る。TX-2000K で運転される快速列車運行時間帯は5時3分翌0時58分。秋葉原駅つくば駅間の全線運転と秋葉原駅森屋駅間の区間運転。これは需要のほか。 電化方式の区分による使用車両の違いも大きい。また、八潮駅始発、終着や森谷駅つくば駅間の区間運転もある。列車種別は、快速、区間快速、普通の3本だけで、平日夕方には、下りのみ、快速の代わりに通勤快速が運転される。遠近分離と、緩急接続を合わせ持ったダイヤを特徴としている。 全20駅中普通のみの停車駅は3駅である。種別ごとに運転速度が分けられることはなく、すべての列車で高速運転を行う。車両性能に差がなく、全線が高架、掘り割り、地下線で建設されており、踏切もなく、首都圏の JR を除く通勤電車では初めて時速 130km 運転を実施。曲線においても半径8 2 0ル以上で、 時速 130km 運転を可能としており、標定速度を高めた。また、新鉄道技術省令の範囲内で時速 130km を超える速度での運転ができ、保安装置を含めて設備上は最高速度時速 160km での運転にも対応できるように設計されており、車の幹部も将来的には検討対象としている。列車種別ごとに路線図や 時刻表などで用いられる、種別色とともに示す。停車駅終電表示の例最終列車は、行き先表示器に最終である旨の表示を行っていたつくばローカルラスト、つくばが2016年10月以降は省略されている。2009年10月まで駅に掲示されている時刻表には、通過列車を示す、が表示されていた。 2012年10月15日ダイヤ改正時点での日中1時間あたりの運行本数は以下のようになっている。折り返しを行っている駅は秋葉原駅と筑波駅、引上げ線のある八潮駅と森谷駅のほか、筑波方に渡り線のある北千住駅の5駅である。流山大鷹の森駅の秋葉原方にも渡り線があるが、通常は折り返し運転に用いられてはいない。 2011年に起きた東北地方太平洋沖地震の際には設備点検の関係で数日間森屋方面に直通できず流山大高の森駅での折り返し運転が行われた。対比可能駅は八潮駅、流山大高の森駅、森屋駅の3駅である。このうち森屋駅は開業当初から2面4線のホーム構成であったが2017年に対比設備が 設置されるまでは、内側線は上り、下りともに、筑波方向は、車両基地にしか出入りできない配線となっていた。秋葉原駅筑波駅間の全線において、高直両用の TX-2000 系及び TX-3000 系が、秋葉原駅森屋駅間においては、前述に形式に加えて、直流線用の TX-1000 系が運行に、充当される。 全車2.95メートルの幅広、車体を採用している。計画当初は2階建て電車の投入も計画され、早い時期からデザインも決められ、完成予想図や模型も作られていた。この模型は、現在も首都圏新都市鉄道が保管しており、つくばエクスプレス祭り等のイベントで展示されることがある。また、2005年9月1日から、 女性専用車両を導入し、全列車6両編成ながら、そのうち1両を時間帯、方向によって、女性専用車両として設定している。上りは、平日の始発から9時まで、下りは、秋葉原駅発の18時以降から、最終列車まで、各列車ごとに、それぞれ1車両を女性専用としている。現状では JR 東多の鉄道事業者との線路の、 接続が一切ないため、車両の搬入時は、土浦駅から、総合基地まで陸送によって搬入している。ただし、TX-3000 系は、越谷貨物ターミナル駅から陸送で搬入している。トライアル2005年8月24日の開業時から TX-2000 系、第60編成において、列車内無線乱接続の実験運用が行われていた。 開始時の利用可能区間は、秋葉原駅北千住駅間であったが、2006年3月14日より、秋葉原駅南流山駅間の10駅級、区間で公式に利用可能となり、同年7月20日には、全区間に拡大された。利用可能な編成については、第59編成を皮切りに、TX-2000 系全編成に順次、拡大された。 この実験運用は同月末をもって終了した。商用サービス2006年8月24日から TX-2000 系全編成において、秋葉原つくばの全区間で商用サービス、当初は NTT ドコモのムズモペラ U のみであったが、同年11月9日からは、東日本電信電話のフレッツスポットのサービスも開始された。 しかし2019年3月31日限りで NTT 東日本が自社のフレッツスポットサービスを終了したため、それ以降は事実上、ドコモユーザーのみしか新規に利用開始できなくなってしまっていたが、ドコモ Wi-Fi の後継サービスである DWi-Fi が開始されたことにより、ドコモユーザー以外でも利用できるようになった。常磐新請は首都圏における宅地供給、 茨城県南、県西地域の開発整備、常磐線の混雑緩和などを目的に計画された鉄道である。1978年、茨城県は、茨城県県南県西地域、交通体系調査委員会を設置し、第二常磐線構想を発表した。東京都心とつくばを結ぶ、具体的な鉄道路線が検討された記録を確認できるのは、 つくば高速度電気鉄道を別にすれば、1983年に茨城県が設置した第二条番線と地域開発に関する調査研究会によるものが最初である。ただし、検討はそれ以前より行われており、つくば研究学園都市建設の際にすでに東京と結ぶ鉄道駅を模試屋に入れた用地配慮がなされている。ルート案1985年の運輸。 政策審議会にて、常磐新線の新設が盛り込まれる以前には、第二常番線として、以下の茨城県案、千葉県案などの建設ルートが挙げられていた。茨城県は、自らの各案で、東京都心から、北、千住を経由して、筑波県旧学園都市へ至るという基本構想を、貫いた上で、その間の経由地をどこにするかという選択肢を、南から北に向けて、A、 D ルートの順に提示していた。千葉県案は、いずれも、阿鼻陀を終点とし、茨城県内のルートは発表していなかった。また、東京都内は1ルートを除いて、既存の貨物船を利用、千葉県内は1の5ルートが、降下、6ルートが、地下の構想となっていた。また、2ルートは、東京駅ホームの位置が、京葉線計画と競合すること、3ルートは、帰終点に、 ターミナル機能が必要であること、6ルートには、千葉県内の地下工事にかかる時間と費用を考慮し、早期に撤回された。1985年7月11日のウニ湯、政策審議会答申第7号では、常磐新線の新設という項目が設けられ、東京森屋町南部間が、目標年次までに新設することが適当である区間、森屋町南部筑波県究学園都市間が、 今後新設を検討すべき区間とされ、校舎についてはさらに、需要の動向、沿線地域の開発の進捗状況等を勘案の上、整備に着手するとされた。この答申により初めて起点が東京駅と明記された。同答申はさらに、常磐新線の事業主体が未定であること、建設運営経費が巨額となることなどの問題があることから、整備方法策を突起している。 その要点は、である。これを受けて、運輸省や関係自治体などで協議が進められ、1987年9月に、運輸省、東日本旅客鉄道、沿線4都県からなる、常磐新線整備検討委員会が設置された。1988年11月には、同委員会で、常磐新線整備方策の基本フレームについての合意が成立し、 当面の建設区間を秋葉原筑波学園研究都市とすること、建設主体は第三セクター会社とし、完成後は JR 東日本が運営を行うことなどの方針が決定した。また、費用の関係で、始発駅は当初予定の東京駅から秋葉原駅となった。1989年3月には運輸省が 新たなフレームを示し自治体の負担軽減を提案するが JR 東日本は常磐新線に距離を取るようになった。一方、同月に自治体及び日本鉄道建設公団からの派遣職員により常磐新線検討室が設置され検討事項に取り組むこととなった。1989年6月には鉄道整備と沿線の地域開発を同時に 推進する大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法が制定された。この法律の内容は、鉄道新設と当時大きな課題となっていた首都圏の宅地供給事情を一体的にクリアするとしており、鉄道整備により大量の住宅地供給が促進されることが見込まれることを期待し、周辺市町村を 特定地域に指定して、地元自治体などが、宅地開発も同時に進めるとするものであり、常磐新線は、同法の適用台一号鉄道となった。整備の方向を検討する路線とされていた、森合北については、茨城県の強い働きかけで、第2期線から第1期区間に格上げされた。この頃から、常磐新線の事業主体は、 第三セクター方式になる方向性が固まっていき、ルート変更なども検討されたが、1990年11月15日の関連自治体副知事会で1990年度中に第三セクターを設立し、開業目標を2000年とすること、事業費用と負担割合についての合意が成立した。同年12月に常磐新選検討室は、 常磐新線第3セクター設立準備室に改組された。1991年3月には沿線の4都県12市町村の出資により新線整備運営主体となる第3セクターの首都圏新都市鉄道株式会社が設立され、同年10月には国レベルで建設費に対する無利子貸し付制度が創設されるなど早期開通に向けて体制が整えられた。 同じ月に法的手続きの第一大会である卓鉄法に基づく基本計画が国から承認され常磐新線の計画路線である東京都千代田区茨城県つくば市あずま間の経路と19カ所の駅の位置が定められ整備に向けた動きが本格的に活発化した首都圏新都市鉄道は1992年1月10日付で第一種鉄道事業免許を取得した 以降、同年9月に、常磐新線プロジェクト研究会が、1994年6月には、同研究会を引き継いで、常磐新線プロジェクト推進協議会がそれぞれ設立され、出資方式、事業再産生、沿線開発などについての調査が実施された。1994年に、秋葉原で、起工式が行われたことを皮切りに、 鉄道新線の建設が着々と進められたが、想定外の軟弱地盤や地下水対策による遅延や、基本計画当初から、茨城県内の地権者の反対によって、用地交渉が暗礁に乗り上がるなど開発は難航し、1996年12月には2000年の開業予定が2005年に変更された。2000年1月の運輸政策審議会答申第18号においては、 工事が着手されていた秋葉原筑波館が目標年次までに開業することが適当である路線と位置付けられた。未着手の東京秋葉原館については位置付けが今後整備について検討すべき路線へと変更されており、整備区間の整備状況及び開業後の経営状態から東京駅までの延伸を検討するという整理がなされた。2001年2月には 常磐申請イメージ作り調査委員会の答申に基づいた路線新名称として、つくばエクスプレスが首都圏新都市鉄道より発表された。2005年7月22日に完成検査に合格し、同年8月24日に開業した。当初は10月開業予定であったが、地元の強い要望と学校の2学期に間に合うようにに、5ヶ月繰り上げての開業となった。 開業直後には一部の在京テレビ局などが昼間の当時まだ換算とした普通列車を取材し、本路線の有効性について疑問視する論調を展開したこともあった。しかしながら、初年度の乗客数は3469万人で、1日平均の乗客数は開業前の予想13万5000人を超える15万700人であった。2007年3月には、 開業20ヶ月目で、累積輸送人員に1億人を突破した。1日の平均乗客数は2007年4月に23万9000人、2008年11月に26万6100人、2009年4月に27万500人を記録し、目標の27万人に到達した。なお、運行する首都圏新都市鉄道によると、この目標は、 将来の東京駅までの延伸を検討するための前提とされている。初年度営業収益は予想の90億円を大幅に超え140億円となった。ただし最終損益は減価償却費109億円を計上したなどのため49億円の赤字であった。その後増発のための車両増備による減価償却費増があったものの2008年度決算にて 原価消却費込みの営業黒字を達成した。さらに2009年度決算では当初計画である、開業を20年後に単年度黒字を大幅に前倒しして最終黒字となった。その後も輸送人員は増加傾向が続き、2017年度に累積損失が解消して、開業以後初めて利益上預金を計上した。このように、 道路線は大手私鉄の一路線と遜色ない規模まで成長している一方で、ラッシュ時の混雑率は平行する常磐快速線、常磐観光線と比較しても高い状況となっている。2019年6月に8両編成化事業の実施を発表し、開業まで開業後8両編成化のため全駅でホーム延伸工事が行われることが2008年に明らかとなった。 2019年5月31日には8両編成化事業の実施を正式に決定したことが公表された。事業効果としては1編成あたりの輸送力が6両編成時に比べ30%程度増加し、朝ラッシュ時間帯に適切な8両編成車両数を投入することにより、今後の旅客需要動向を考慮しても同時間帯の 混雑率は150%を下回る程度まで低減することが可能になるとしている。2030年代前半の供用開始を予定している。これに先駆け、2012年9月には南流山駅のホームが8両分まで延長された。秋葉原駅から東京駅までの延伸を茨城県と県下市町が強く要望している。1985年7月のうに 政策審議会答申第7号では、常磐新線の起点を東京駅としており、東京森屋町南部間が目標年次までに新設することが適当である区間として位置づけられていたが、2000年1月の運輸、政策審議会答申第18号においては、東京秋葉原間については位置づけが今後整備について検討すべき路線へと変更されている。東京駅へ延伸した場合は、 丸の内側の丸ビル地下に直結し、j r 京葉線との接続を重視する構想もあるが、現時点では、延伸時の駅設置地点は未定となっている。また、延伸ルート上の秋葉原駅南方に、秋葉原ワシントンホテル、その南側には神田川があり、さらに南方地下を都営地下鉄新宿線が通過しており、東京延伸にはこれより下に線路を建設しなければならない。 このため、東京延伸は、震度50メートル以上の大震度地下を利用することが検討されている。東京方面への延伸には1日、平均乗客数が27万人以上が条件とされている。前日の通り、平成21年度の1日平均乗客数が27万人を上回ったため、延伸計画は今後、加速するものと予測されている。 国土交通省も東京駅の場所や費用の検討をしており、丸の内中通りが有力との新聞報道もあった。2016年4月に出された交通政策審議会答申第198号では、つくばエクスプレスの東京駅延伸に加え、中央区などが提唱している都心部、臨海地域地下鉄構想との一体整備及び相互、直通運転が 国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトとして、答申に盛り込まれた。茨城県が発表した総合計画では、東京県と茨城県南地域、県西地域の交通ネットワークを強化する取り組みとして、つくばエクスプレスの東京延伸や地下鉄8号線の県、ゆずき孝一社長は2019年夏の日本経済新聞取材に対して、 もう少し様子を見ないといけないと発言している。建設費返済や8両編成化に資金が必要な、ほか、競合しかねない都心直結線などの動向が不明で、検討しても無駄足を踏むことを理由に挙げている。北への延伸は、つくば駅から土浦市や百里基地、さらには、三都市への延伸を求める、主に茨城県民の要望もあるが、具体化していない。 茨城県も北への延伸については消極的な態度をとっていたが、2017年の茨城県知事選挙でつくば、エクスプレスの県内区間の延伸検討などを主張した大井川和彦が当選した。なお、2018年5月に土浦市、つくば市、おみた市、石岡市、霞ヶ浦市、行方市、鉾田市の七市議会が、 TX 茨城空港延伸議会規制同盟会を発足させた。県などへの要望活動などで連携していく方針であるという。茨城県の総合計画では、つくば経済県と県央、県北地域の広域的な交流を促す取り組みとして、つくばエクスプレスの県内延伸や茨城中間幹,幹線道路の整備が挙げられている。つくばエクスプレスについては、 つくばから4方向への延伸案が点線で示されており、土浦、茨城空港、水戸、またはつくば山と直線的に結ぶ総合計画には茨城県南地域の地域づくりの取り組みとして、つくばエクスプレスの延伸、首都圏中央連絡自動車道の4車線化、スマートインターチェンジの設置、県外外や隣接する地域と連絡する道路の整備を進め、 質の高い雇用や定住人口の確保、交流人口の拡大、地域経済の活性化を推進する方針が記載されている。2019年10月1日、茨城県は社会実験として、関鉄観光バスが運行する高速バス、TM ライナーの増便実証運行を始めた。平日4便のみだった運行を、平日16便、土日祝日8便に、 大幅拡充した。知事の大井川は、県内には大都市がなく、インフラは脆弱。TX 延伸は、時間がかかる上、難易度が高い。バスにより、水戸と筑波の都市圏をつなぎ、発展のきっかけをつかみたいと事業に期待を寄せた。また、車通勤の多い県職員に、公共交通機関を使う、要奨励する意向を示した。県は、バスの乗車状況などを、 TX 延伸構想の参考にしていく。2018年度の1日平均輸送人員は386,300人である。開業以降一貫して増加傾向が続いており。この数値は大手手鉄である西日本鉄道よりも多い。2019年度の朝ラ主事の最混雑区間は青駅北千住駅間であり。 ピーク時の混雑率は171%である。2017年により、首都圏新都市鉄道 HP に公開された朝ラッシュ時間帯の混雑状況についてでは、北千住駅を7時40分8時10分。沿線開発の進行による人口の増加と、並行する常磐線から乗客の転移が進行し、ラッシュ時の混雑率も年を追うごとに増加している。 2012年度のダイヤ改正では、朝ラッシュ時の運転本数を1時間あたり20本から22本に増発した。ラッシュ時に設定されていた快速を通勤快速に変更して、千鳥停車を採用した反面、秋葉原駅、筑波駅の所要時間は50分程度になった。2015年度のダイヤ改正では、それまで朝ラッシュ時の上り線で実施されていた。 八潮駅の列車退避を解消し、秋葉原駅流れ山大高の森駅間で並行ダイヤとなった。2019年度のダイヤ改正では、朝ラッシュ時の運転本数を1時間あたり25本に増発した。朝ラッシュ時に設定されていた上り列車の通勤快速を区間快速に変更し、六町駅に停車することで混雑の平準化を図った反面、 朝ラッシュ時の上り区間快速は通過駅が3駅となり秋葉原駅、筑波駅の所要時間は1時間程度になった。設備面においても2012年度に南流山駅でホームを延伸して上下線の列車停止位置を変更し混雑緩和を図った。2017年度より一部の TX-2000 型に設けられている。 セミクロスシートをロングシートに改造し、混雑時の詰め込みが効くようになった。近年の輸送実績を過表に記す。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。つくば駅の運賃表をトナ普通旅客運賃。2019年10月1日改定。開業時の運賃は、JR 東日本、JR 東海。 JR 西日本の幹線の運賃水準を参考として、秋葉原駅つくば駅間は、当時の高速バス運賃よりも、若干安くなるように設定された。ただし、つくばエクスプレス開業と同時に高速バス、つくば号の運賃も同額に値下げされた。2014年4月の消費税率改定に伴う、運賃値上げの結果、現在は、つくば号の方が、若干安くなっている。 普通乗車券、回数乗車券、定期乗車券、団体乗車券の4件種級区分を取り扱うほか、各駅で入場券を発売している。定期券には、時期券と IC 券の2種類ある。IC カードはパスモスイカをはじめとした、全国交通系 IC カード10種類が利用可能で、すべての自動改札機が2枚投入に対応している。 定期券購入には次のクレジットカードも使える。また、身体、知的障害者割引制度がある。なお、パスネットの改札機での利用は2008年3月14日をもって終了した。連絡運輸連絡乗車券を設定しているが、普通乗車券については、接続鉄道事業者で唯一の株主である、関東鉄道の上層線のみとなっている。各駅の切符売り場には、 TX 線内運賃の横に関東鉄道上層線の乗り継ぎ運賃が記されている。他の他社線については工述の企画乗車券を多数設けて対応している。常時発売なお、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行による非常事態宣言における都道府県境をまたぐ移動の自粛要請を受けて、これら常時発売の切符も一部は 発売が一時的に停止された。毎年一定期間に発売発売終了分、つくばエクスプレスのロゴマークである TX は、つくばエクスプレスから来ている。埼玉、千葉両県内の区間や茨城県森谷、つくば両市内はもちろん、開業前には開発の進展が危ぶ生まれていた、森谷駅北の快速通過駅でも、未来平駅前には、飯田産業、 つくば市役所の新庁舎が完成した、研究学園駅前には穴吹工務店や、三菱指示書による大規模マンションがそれぞれ着工されている。また、流山大鷹の森駅前に、すでに高島屋系の投資開発による、流山大鷹の森、SC、柏の葉キャンパス駅前に、三井不動産による、ララポート柏の葉、研究学園駅近くに大和ハウスによる、イアスつくばが、 屋しを未来平良駅前には霞をキーテナントとするショッピングセンター、フレスポ屋しをピアシティ未来、平良がオープンするなど新規開発が行われている。年々、その沿線における不動産価格の増加、高騰が続いており、流山市や森谷市域においては特に顕著である。施設、住宅団地などつくば、エクスプレスが受賞した表彰など、 ありがとうございます。